あんま痛くはないが、カードはなるべく大事に扱ってくれよ。総理の意思。こっちは映ってない。映ってねえの？特徴的に映って。多分ね、声だけ入った。もともと声だけのものない。いいよ。女子的な商品。みんな、なるべくレアカードは大事に扱ってくれよ。総理のカードは友達。レアカード以外は雑に扱ってくれよ。あ、ごめん、嘘。コインが付いてるやつは別。カードは生きてるからな。スリーブ買ってよ。買ってよ。買えよ。スリーブ探してよ。いや、今売ってないもん。スリーブ欲しければあれ行ってこいよ。ゲーセンで三国志とか行ってこいよ。売ってるよ、普通に。え、まあね。どうせいいわけじゃん。東部まで結構かかる。東部で朝前とってない。勝利のブス。ツーアウト第三件。ブスの勝利。ブス最強。なんだこりゃ。なんでこんなブスが。動物園だ。兄貴。今日動物科の話が悪かった。動物科の話が悪かった。動物科。チャリの谷の動物科。ちゃんとネイル。徐々に進行中で話は。ここまで。ああ楽しいんだ。徐々に徐々に。化け物。中学生の発想じゃない。誰の目にもイカ様は明らか。そんなもの役だともが認めるわけない。これは。赤木ですか、ね、赤木は中学生だった最初はね、うん、誰が受賞してくれた初めから終わりまで兄貴、いいんですかいいんですかやられた方 が言うだけ男だな国家的に顎がおかしいのは赤木でしたっけ国家的に全員だろ全員かやっぱりその件ではちょっとまともかなって何言ってんだ一応不女子フィルターではすごいかっこいいだろなってるねめちゃめちゃかっこいい不女子フィルターをかけたもダメなのは氷川だろあーないねあまり変わってねえないってぇー鷲津はすごい変わってる8年間もまた背負ってあのバグだなぜ気づかぬ鷲津の思いに8年間もまた背負ってるおい、寝ぼけてんのか寝ぼけてんのかって人生好ききれといてさ次の話でヤギを呼べはないだろもうどっちもないからメンツが大事なんですとりあえず見えは入りたいからこのガキがやったことはイカ様の役満だけじゃねえかとりあえず誰にメダルを出す誰がメダル役だ後ろの穴だけは今までどうしろったのが不思議なぐらいだったメダルどうすんの帰るまで持ってんだからも続いてたまるかヤツナー君もここまでだいや、もう一回札幌に多分来ることは不可能なので、うん、東京は意外と場所があるから来れる今日は異様に場所があるから、うん、ありきりだうん、おったー、全て穴場だその通り多分会っても気づかないっていう失礼しますいや、そうか、もうこの時点で中途半端にハマってる。初めからハマってると思うね。あいつは終わったから。終わったから。あいつは終わったって9話だけどね。そうな?9話はもう見飽きたほど見てる。1話なんていくらでもあったから見える。いや、9話はいつも見なければいけない。毎日。語りかけやがる。動かないでね。語ったんだ。見てやる。こいつの正体。あの闇に舞い降りた天体バカに死ねるその瞳の奥は底なしの闇書いてないこれがその代わり頭から3話の始まりだからこれに入ってるのは 1,2,3 話で次の実験に入ってるのは 4,5,6 話だから次の実験に入ってるのは市川線の一番最後と三鷹線の一番やべえそれは熱いそして一番いらない真ん中の8話あはっきり言うけどむしろそれだけ焼いてくればいいと思っていたそうだなそしていや8話いらなさすぎ179でいいな179でしょ1話は聞け一応2話は説明の1話2話もありだよ2話も1,2,7,9 だねじゃあ7と9どっちがいい7か7の俺は市川を敬愛してる全てから敬愛してるえちなみにさポスにはないのポスはないすでに公式サイトで全部確認してるオープニングないよオープニングは今飛ばしたいいですだが戦いはついに最終局面を迎えようとしていたあのアトラックにするためにさ赤身の提案を市川が受けるお互いの戦法を十分に一気にしてる勝負大会だけど、うん、
カブキマーしか焼けないから、これは都合上ないんだよ、8100人が。だからわざわざなんとかなるだけを焼いてる。次サントラだな、やっぱりサントラで変な曲が入ってる。クーラーの自動とかのトップだよ。クーラーの自動とかのトップだよ。この曲でしょう。いや、ほら打ち合いが見ればそれ。しかし明るい流れの悪いのはまたやさに決めてしまった。リーチ赤いなんで金かけちゃった。やはり流れは赤木墓目から羽門もある。強運上がれば勝ち。ロンロン。がしかし、それを阻んだのはやはり氷川。下茶への差し込み、氷川の差し込み、3本場の900を入れて3500を支払い、手持ちは4600円。まあ厳密にはね、あれなんだけど、赤木の上がりを防ぐため背に腹は変えられない氷川。一方この曲B棒を失った赤木は自曲市川のテンポに差し込んでんだ。差し込み3000ポイントって結構あるよ。4500円かい。手持ちは4500円。どちらかが5200円。どんな偶然だ今のは。すごいな。市川は長年の経験から赤木はテンポの感性で互いの手を読み切り、しのぎを削り合う。関係ない。関発関関やっぱ絵はいいな。赤いねよ、愛を倒してから揉めたくないから今確認しておく。ここで今わしが臨山解放でつも上がりした場合はションパイを勘させたお前の一人払いになるが、これは大事だ。そのことは知ってるだろうな。そうなのか。そうなのか。確かに大民間には責任払いという取り決めがある。しかしそんなことめったには、そう、めったには起こらない。そんなことしかし常に何パーセントかの可能性がある。喋ってないよ。ダメさ、また喋ってないよ。悪いな、見にしまったよ。リンシャン解放。バカなの？バカ。渾身で。新ドラをめくってくれあかん。ドラが一つでも乗れば64。残り4500のお前はそれで死ぬんだ。新ドラ。ドラドラ。新ドラ E ピン。新ドラ E ピン。新ドラは E ピン。シンドラ、ノラ、神仏中がおしゃべり。おしゃべり、ノラ。それはゲイツで勝てるとしか分かんない。ゴテンバップで飛ぶ。いよいよ。アイマスのおしゃべりが見たい人は言ってね。写真あるから。いや、インテリジあるから。いや、今あるから。今ある。そして俺も今ある。なんであるのよ。俺も撮ってるから今ある。え、お前の誰？ミチ？あ、俺ちゃめあんのあずささ。あれ、フレームあずさ見したっけ？あ、だって俺も俺最初あずさんでやってるから分かってんだよね。じゃあ、あれ、あずささんの、なんだっけ、ブルマと、おしゃぶりと、赤ちゃんのよだれかけの山の17杯と、実際に。で、それをつけた瞬間のセリフって知ってる。いや、ブルマも、じゃあ俺はやってなかった。ブルマも発売前に終わっちゃってるから。待て。そこはスクリーン撮った気がするから。まさに。あー、なるほどね。個人的にはグラビアの方が良かったのか。できていいか。誰かもして。ごめる。大ガンガン系って。先に仕掛けたのはお前だ。つかさっきからカメラにともいいんじゃない。これあれ、これみんなに送ったやつ。なんてロゲットしてきた市川に。これなんてロゲットやつ。なんてロゲット。そんなことやられて勝てるのかよ。デメ次第さ。次の曲のハイパイ。これみんなに言ってさ。市川の前に山が丸々残るようなことがあれば。あの男はよしよし。まず四巡でつも上がり。四巡だって。その時は天が俺たちを見放したのさ。お互い覚悟しようぜ。これね、セリフがいいんだよね。あ、素敵なセリフ。プライベートで僕は多分聞くって言わなくても赤ちゃんって言うよね。言う。
俺に分があるとか、それはあれか、霊力を貯めるやつか、コエンマか、俺に勝てと言っているんだ。上を見ているわ。お、10分4秒5秒あ、止めて、あ、止めて、うん